い、どうもアバンティーズのリコとソラチーとチルメとエイジです。皆さん、はい、今年も夏がやってきました。まあね、ということで第2回面白心霊写真選手権、去年もやったんですけど、自分たちで偽の心霊写真を撮っちゃおうっていう企画です。つまり自分がお化けになって面白くておかしな心霊写真を撮れたらみんなハッピーっていう企画でございます。で、前回もそうだったんですけど、やっぱロケーションを大切にするグループなんでね、僕たちは。今回も心霊スポットにやってまいりましたということで、もうやだんだけど起きたらって周り暗かったんだもん、うん、はい、ということで、じゃあ早速レッツラゴー。おお、ビット。お、なんか橋かな、これ小さい橋だ。橋うわ、すげえ、すごいな。ここが橋なのかな。すげえ、めっちゃ橋。一人クソ疲れてるぞ。ね。なんか不気味だね、この雨ちょっと。もうこれもう人が登るやつじゃないよ、これ。キリンが登るサイズ。お、うわ、怖いなこれ。じゃあ行きますか。はい、じゃあ最深部まで到着したんで、じゃあ早速、はい、撮っていきたいと思います。はい、この心霊写真は社会人2人が観光で記念撮影した写真である。お分かりいただけただろうか。右側にエプロンを着た保育園の先生が立っている。霊能者曰く、この男性は生徒の北郎くんと追いかけっこをしていたところ、崖から落ちて亡くなったそうだ。この心霊写真は大学生二人組が撮った写真。お分かりいただけただろうか。右側をよく見ると、酒瓶を片手に不気味に笑う霊が佇んでいる。霊能者曰く、泥酔してサークルからはぐれてしまったパリピの霊だという。この写真は男子大学生2人が心霊スポットに訪れた際、記念に撮影されたものである。お分かりいただけただろうか。画面右側に注目していただきたい。インスタ映えだ。心霊写真にもかかわらずインスタ映えだ。この写真は二人の若者が
心霊スポットで撮った写真である。お分かりいただけただろうか。新聞紙をかぶり、段ボールの上で寝ている男性。霊能者曰く、この男性は以前ここに住んでいたものの幽霊だという。カニーマ、新しいメガネが欲しいらしいんですよ。おお、お分かりいただけただろうか。例の左手に注目していただきたい。ポンデリングだ。ポンデリングもインスタ映えの仲間だ。ああ。